や、綺麗だね。皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今ここは太宰府駅の前に来ています。今太宰府はすごくコロナウイルスのせいで参拝客が減ってるっていうことなんですけど、今から参道の方に行ってみたいと思います。太宰府天満宮の参道をずっと歩いてきましたが、結構人多いです。お花も綺麗に咲いてるので、とても綺麗なお花が咲いてるので、参拝客も結構多いみたいです。太宰府天満宮、人が少ないかと思いきや、
めっちゃ人が多いのでやっぱりマスクしてないといけないみたいです。梅の花がすごい咲き誇ってとっても綺麗ですよ。綺麗。